皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあいよいよ11月も真ん中ぐらいになってまいりましてですね、クリスマスですよ。クリスマスにはウクレレ似合いますからね。私もクリスマス曲たっぷりすでにアップロードしております。ここにリンク貼っておきますよ。季節の曲クリスマスソング、ここからクリスマスソングいっぱいやってみてください。そこに入ってない曲今回はアップロードします。アワテンボのサンタクロス、この曲をこのちっちゃいウクレレでコード3つでガズレレ流超簡単バージョンでアップロードしたいと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンはもうウクレレ始めたその日に今日もできますからね。コード3つのシンプル簡単バージョンやって、後半はちょっとコードが増えてかっこいいバージョン、滑らかにこうソリをこうスーッと滑らすように、クリスマスの曲やってみようと思います。はい、そういうわけでこれを きっかけにウクレレ始めませんか。ウクレレ簡単ですよ。弦4つしかないしね、ちっちゃいしね、はい、もうコードも簡単なんですよ。ぜひ始めてください。でも奥も深いんでね、ずっと続けられますから、ずっと、はい。で今ご覧になっているこのガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでいつでもどこでもスマホでも無料で650曲以上の課題曲をめちゃくちゃ簡単に弾けるようになる。素晴らしいと思いませんか。始めてください皆さん。音楽は苦手だわ、もう楽器とか無理無理というそのあなたにこそこのウクレレあるんですからね。じゃあ今からここにもうちょっとしたらリンク貼りますけど、そのリンク先の初心者レッスンのここというところに行ってもらって、数字の順番通りに1から見てもらうと、あら私弾けちゃったってなりますから。はい、じゃあ、はい、リンク貼りますよ。初心者レッスンのここに行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。さあクリスマス、この曲でまだ1ヶ月以上ありますから練習してパーティーで弾きましょう。じゃあいきます。アワテンボーのサンタクロース、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3。アワテンボーのサンタクロース、クリスマス前にやってきた、急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしサンタクロース簡単バージョン、ガズレレ流3つのコードでやってみました。今はですね1番2番4番やった感じで3番をショートカットさせてもらったんですが、フルでやりたい方書き出してください。あのこれシンプルですから、ここのねこの3行で1番、これが繰り返されてるって歌詞が変わるだけですから。でね、ちょっとこの紙を見るとややこしいんですけど、動画内のテロップだとわかるでしょ。ちょっとねこれね一応説明しておきます。今はイントロは省きました。後半のかっこいいバージョンではイントロもやります。で、ワンブロック4回弾くんですけど、下に囲ってあるやつはこれからやるかっこいいバージョンのやつなんで、まあまあ、今は上の段をやったんですけど、これ書き足しといてもらって、後でね、練習するとき使ってください。まず1番です。はい、どうぞ。イントロ今やってないけどね。はい、メモってください。で、これが次のコード進行全く同じ。歌詞が違うだけですからね。一時停止でどうぞ。
で、これがね、3って書いてある。これ4番で3番を今ショートカットしてますんで、フルでやりたい方は、ぜひやってみてください。かな。まあ、テロップ見た方がわかるね、これはね。はい。で、出てくるコード、さっきも言ったんですけど、今やったシンプル簡単バージョンは、コード3つですよ。3つ !C と F と G7。ウクレレ始めたらその日に覚える超入門コード。これでできます。C と F と G7。はぁ、いいですね。3つ。やった、皆さん。さっきの、初心者はここっていうところやったらもうこれできます。C と F と G7。はい。じゃあ、ここから、どんどん行きましょう。かっこいいバージョンいきます。かっこいいバージョンは今も言ったんですけどね。ちょっとコード増えますよ。コード増える。はい。増えたコード言っときましょうか。A7、Dm、D7、C7。皆さんにも一応言っとこう。はい。これ。ガズレレ必須コードという8個のコードのグループがあるんですよ。ガズレレではこの8個のグループを最初に覚えてくださいっていうふうに言っているんですけれども、この8個のコードを覚えちゃうと、今ご覧になっているガズレレ YouTube で650曲以上の超簡単レッスン動画、ほぼ8割9割弾けますから、覚えてください。必須だもん。以前私がそのコード、8個のコードをめちゃくちゃわかりやすくコード解説している動画をここに貼っておきます。ここを見てください。これ覚えられます。楽しく覚えられるのが秘訣ですね。じゃあそこに出てこない、出てきてるかな、ちょっと覚えてないんだけど、A7 と C7 だけやっておこう。これ見て。超簡単です。A7 はここ1個だけ。1個だけね。指立ててくださいよ。C7 はここ。はい。これだけです。あとは Dm っていうコードとか D7 っていうコード。これはさっきの、ガズレレ必須コード完全ガイドのところで、紹介してますのでマスターしてください。よっしゃ。かっこいいバージョンの弾き方なんですけど、こんな感じ。これはですね、8ビートが基本になってます。8ビート。で、ただの8ビートじゃないです。ちょっとね、後ろにアクセントがあるんですよ。ドゥンダドゥンドゥダンドゥンダドゥンダン。なんで、普通の8ビートじゃなくて、疾走ビートとか、ルンルンビート。この辺なんですよ。これ。わけわかんないでしょ。これはですね、ガズレレのオリジナルの呼び方なんですけど、リズムの呼び方で、ここのリンク見てください。ガズレレホームページの、ウクレレでできるリズムのいろいろ。早口言葉みたい。ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚で、ここにリンク貼っときますね。ここの中から、まず8ビートマスターしてください。それがわかった上で、疾走ビートとかルンルンビートちょっと見てもらえますかね。そうするとこの感覚ちょっとわかると思う。体を揺らしてもうノリノリの気分ですからね。この疾走感がね、これがいいんですよ。はい。これをちょっと意識しておいてください。これが基本的には、この曲の弾き方に合うかなと思いました。ソリがスーッと進んでいくようなこの疾走感というかね。しかもちょっとルンルン気分で。ルン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 つって。でね、鈴あるじゃないですか。よく幼稚園児がこう持って。今ね、マジックテープでここで鈴がこうでなる。それをつけながら弾くとシャンシャンシャンになって、ちょっと引っ越し今最中ってね、もうどこにあるか分かんなくなっちゃってやろうと思ってたんですけど、ある方はね、首にこうリストバンドの鈴があるんで、それやるといいですよ。このストローク、ただリズムが悪いと分かっちゃいますけどね。で、あとね、この場所で一瞬止まるって書いてあるんですけど、各ここの1番ずつ終わる最後のところで一瞬止まるとかっこいいんですよ。ちょっとそこのところをやってみようかな。リン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 ダンダガツタスカバン、こんな感じ。ダンダダツタスカダン、アウアテンポ、分かった。ダンダダツタスカバン、アウアテンポ。ここのとこピンク色で書いておく、動画内では。はい。この辺の決めもちょっと忘れないようにしてみましょう。さあさあ、それではアテンボのサンタクロス、かっこいいバージョン。ノリノリで。あ、そうだ。アテンボのサンタクロスのイントロはですね、こういう楽器を使おうと思う。これ、カズーっていう楽器なんですけど、私がガズなんで、ガズーというふうに命名しておりますけど、これは楽しいんですよ。これ、笛なんですけど、空気を吹き入れるだけで音出ないです。あーとかうーとか言葉を言うとこれが共鳴してます。空気だけ入れるとこう。言葉を入れると、どっちでも音が出ます。こっちがね、正しいとされてますけど、私はこっちで加えるのが好きなんで、どっちでも好きな方でやってください。これを使ってイントロメロディーを吹いてみます。ガズーね。じゃあ、かっこいいバージョン、やってみる。Yeah.
慌てんぼのサンタクロース煙突のぞいて落っこちた。サンタさん、んじゃじゃん、はい、かっこいいバージョンやってました。どうですか？このちょっとウキウキ感、ウキウキ感が出るといいと思うんですけどね。まあ、慌てんぼうですから、慌てんぼうな感じが出るといいと思うんですけど、まあ、楽しく、ほんと、あらゆる世代で、クリスマスパーティーの時にこれ歌いましょうね。で、さっき冒頭で言ったんですけど、クリスマス曲をまとめてる、ページもありますから、ぜひいろんな曲を試してください。簡単ですからね。ありがとうございます。ドン！ガズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクもここにあっておきます。はい。こちら見てください。ガズの CD、リリースしてます。2枚組9曲入り。これはですね、皆さん覚えてください。皆さんに覚えてもらって一緒に歌うための、まあ、題材ですからね。でも曲もいいんですよ。皆さん聞いてくださいね。聞いてもらって練習してもらって、1枚は練習用 CD ですから、来年の9月。日比谷野音ガズレレ抑えてますからね。みんなで歌おう。よろしくお願いします。はい、どうもこちら2018年は北海道から沖縄まで回ってるガズレレ大合唱ツアー中。11月は行きます。これ！和歌山。11月24日、25日は大阪。関西久しぶりなんで、もう皆さん、ワイワイやりましょう。なんか、ほんと、なんていうのかな、ウクレレ持ってきてね、お一人様でも大歓迎だ。とにかく楽しいですよ、ガズレレは本当に。いろんなことをやって楽しみましょう。はい、12月は沖縄まで行きますからね、沖縄の方は待っててよ。よろしくお願いします。はい、本出してます、ドン。ガズがね、いいこと書いてるんですよ。私はね、急性骨髄性白血病ということで、命をすごく考えさせられて、骨髄移植させてもらっているんですけど、そこで考えたこと、音楽とか生き方とか楽しむ、全部入ってます。主婦の友さん。リリースです。はい、こっちはリットミュージックから出てる超初心者用ウクレレ教則本で、リットミュージック社で一番売れてる本になってしまいました。ありがたいことでございます。わかりやすいですからね。はい、気楽に音楽をやる、上手い下手じゃない、自分がやりたいことをやるための手段として音楽がある、こういうのがいいと思います。皆さん音楽楽しもう。クリスマスだってウクレレがあれば最高です。ありがとうございました。チャオ。